海外に行ったつもりの旅を企画するクリエイト航空です。キャビンアテンダントもいます。おはようございます。そちらが搭乗口、ここからエアーツアーが始まります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。企画しているのは島田市の NPO 法人です。海外に行ったつもりで旅行を楽しむエアツアー、ツアーコンダクター役のスタッフが参加した人たちをもてなします。私がね、旅行が好きなもんですから、行ってき大変楽しいと、これをね、自分一人だけじゃなくて皆さんにもね、お分けしたいなと。そして行けない人がいるわけですね。経済的にも肉体的にもちょっと無理だな、でも外国の風景知りたいねっていう方に見ていただければいいなと。そしてまあ場合によってはね、私も行ってみようかと計画するようになれば、お年寄りの元気の元になるしということで始めました。今回の旅はイタリア。行き先はツアーコンダクターやキャビンアテンダントが行ったことがある国です。長い時間の移動に不安のある人たちにとって、自分の住む地域にいながら世界に行ったつもりになれるエアツアーは好評です。旅の楽しみといえば食事。エアツアーではその土地にちなんだ食べ物を出すことにしています。皆さん、今お配りしますのが機内食でございます。先ほど出てきました、あの大きなピザのね、その一切れだと思って召し上がっていただければありがたいです。どうぞ。イタリア気分のピザです。とても良かった。一度行ってみたいなと思って。一度行ってみたい。エアーツアー企画が面白いね。ねえ、出前もやってるんですよ。出前、ここへはね、来れないんだけれども、自分たちが集まってる場所へ来てやってくれないかっていう方もね、いらっしゃるもんですから、まあそういうものをやっていきたいなと。エアーツアーは好評です。ハワイ、イギリス、イタリアへと行きました。次回はインドネシア、バリ島に行くそうです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。